はい、こんにちは、もてあん日常です。今回はこの大株の花宝都の図を手に入れたので、こちらを植え替えしていきたいと思います。はい、でこの花宝都の図がどれぐらい大きいのかというと、この手前にあるこちらが一般的な大葉系統の大きさになります。それと比べてみるとこれぐらい違いがありますので、植え替えが終わった後には相当迫力があるような感じになると思いますので、じゃあ植え込みに行ってみます。はい、ではいつも通り植え替えていくんですけど、まず鉢の真ん中、このどれか足の3本足のどれかを中央にして、どれかを正面を決めてください。だいたい鉢の絵によって、正面決まってきます。それでまず大きめの粒を底石として植えていきます。でこの表も正面があります。大葉系統は結構こういう株立ちになっていると分かりづらいので、ラシャ系統だったら一番最後の葉が、正面向いている方が正面になります。でこの木だとこれがここら辺が正面かなって感じで、でまず左手でこの尾元を固定して、で中粒ぐらいですねを入れていきます。である程度入れたら左手でしっかり固定して砂を下に落としていきます。これぐらい大きいと結構力いりますので、鉢とか割らないように気をつけてください。でまた少しずつ追加していって、根の間にちゃんと砂が入るように入れてあげてください。ちなみにうちで使ってる土は日向土、赤ぼら土とか言いますけど、水のはけがいいあの砂だったら大丈夫です。でこれぐらい7割ぐらい砂が入ったら大体元が固定されますので、左手離しても大丈夫です。はい、でここら辺まで中粒を入れて、でうちでは中小粒っていうこれぐらいの、はい、大きさのを次に1割ぐらい入れます。でまた叩いてこう上げて、結構この小さいの入れたら締まりますので、もうここら辺まで来たら植えるのは楽になってくるかなと思います。はい、それで最後に小粒ですね。はい、これぐらいの砂を表面に入れてあげて、植え込みはおしまいになります。で小さい粒はあんまり叩きすぎると外に出ちゃいますんで、まあ、少し押さえつける程度で、で中央に向かって山になるようにこう整えてあげると、苔のせた後の見栄えが綺麗になります。はい、こんな感じで植え込みは終わりです。はい、そして水をかけます。水をかけると苔をのせるときに苔に砂がくっついてこなくて結構楽になります。はい、これで今回の植え替えが終了しました。はい、私が持ってもこんなに大きい花宝都の図はあんまり見ないので、皆さんぜひなんかこういう大葉を植え替えるときに参考にしてもらえば嬉しいです。はい、では今回の動画はこれでおしまいになります。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。